はい、運動前のご飯です。卵白200。よくね、卵の黄身どうしてますかって聞かれるんですけど、もう捨ててます。それはしょうがないと思って、もったいないけど、体作りするためにもったいないとか言ってられへん、食べられへんし。減量始めてからも、じゃん、スリーピットはマジで欠かさず飲んでる。もうこれなかったらお通じマジで出えへんから、食後に4粒飲むようにしてます。私はいつもカンナム区長にあるワナビーズに行ってます。はい、今ワナビーズついて、で今日のブースターはこれを飲んでます。韓国のモンスターエナジーとかレッドブルみたいな感じで、これは低カロリー、10キロカロリーしかないです。で、炭水化物が 8.5g 入ってて、マカとカフェインとタウリンが入ってます。で、私運動前に炭水化物は 15g 摂るようにしてて、デキストリンとかで摂るようにしてます。これに 8.5g 入ってるから、今日はデキストリンなしで運動中 EAA を飲んでやっていきたいと思います。今日は足トレなんで頑張りたいと思います。レッグプレスありませんように。よいしょ。
私の運動後の2回目のご飯タイムです。いただきます。大好きな牛肉にしたよ。これ韓国のスポドリみたいなやつでケトレイっていうやつなんですけど、運動してるとミネラルが不足するんですよ。カリウムとかナトリウムとかそういうのが不足しがちで、でまあそのカリウムとかナトリウムが不足すると頭痛が起きやすくなっちゃったりするから、カリウムとかナトリウムっていうのは常に摂取するようにしてます。なんかその糖分っていうのはこういうので摂取するようにしてます。で食後にまたスリムピット茶を飲みます。スリムピットは運動前に飲むと代謝が上がったり体脂肪が燃焼されたりする効果もすごくあります。で食後とかに飲むとお通じがすごい良くなる感じがあるので、なんか運動前に飲んだりとか食後に飲んだりとか、まあ、寝る前に飲んだりとかお酒飲んだ時の後とかに飲んでもらうとむくみがすごい取れたり、スリムピットをみんな忘れずに摂取してください。今からお家の前のカフェに行ってお仕事をしたいと思います。はい、今日の最後のご飯です。じゃじゃん。はい、これにお塩 1g かけて食べます。はい、今日はこんな感じで、なんかまあ減量始めてから私がいろいろ感じたこととかをお話しさせていただきました。今日も一日お疲れ様でした。じゃあこれを食べてまた明日からトレーニングも仕事も頑張っていきたいと思います。今日も最後までご視聴ありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。